熊田敦具は、日本の政治家。衆議院議員、減税日本総務会長などを歴任した。滋賀県長浜市生まれ。愛知県名古屋市で育ち、愛知県立朝日川河高等学校、京都大学法学部卒業。三菱電機勤務を経て、参議院議員、福山哲郎。衆議院議員、吉田治村の秘書を務める。2003年の、 第43回衆議院議員総選挙、2005年の第44回衆議院議員総選挙に大阪1区より出馬するも中馬後期に敗北した。2009年に3度目の挑戦で初当選した。2011年から2012年、国土交通委員会、科学技術推進特別委員会、海賊テロ対策特別委員会に所属。2011年3月19日、 福島第一原発政府、東電総合対策本部にサポートメンバーの一人として、携わる。リモートコントロール化担当として、放射線量の高い事故現場に投入するロボットを、調達したり開発したりするチームに属し活動。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議前に、宮崎武史、福田恵里子、福島信幸、 村井宗明と記者会見を開いて造反する意向を示し、同法案の採決では、党の賛成方針に反して反対票を投じた。民主党は7月3日の常任幹事会で、党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。2012年7月6日、消費増税関連法案の衆院採決で、 造反主導に残った当選1回の衆院議員12人と共に魔の一体改革を実現する一期生の会を結成。福田恵里子衆院議員と共に代表世話人に就任。後に人数は26人になった。8月7日、真実の会のうち24人の連盟で前原政治政調会長に社会保障と税の一体改革について 最終性の提案を申し入れた。8月10日、真実の会の代表者として、声明文を発表し記者会見を行う。23人の連名で、9月民主党代表選に向け、候補者擁立も視野に思いを一つに行動することを宣言。2012年10月29日、党に限界を感じたとして、民主党に離党届を提出。10月30日に、 河村隆市名古屋市長が率いる地域政党減税日本に入党。2012年11月27日、日本未来の党に合流。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の党公認で大阪一区より出馬するも落選。2014年12月に行われる第47回衆議院議員総選挙に、 大阪一区から出馬を模索するも最終的に断念した。2017年6月15日、自由民主党の派閥である志卒会への入会を SNS 上で明かした。2018年12月5日、自由民主党により、第25回参議院議員通常選挙の参議院、ピレークの候補として公認された。2019年7月21日票の 同選挙に比例区で出馬するも落選した。2019年9月20日、参院選公示前に自身への投票を呼びかける文書を配ったとして、公職選挙法違反で略式起訴され、9月30日、罰金10万円の略式命令を受けた。ありがとうございます。